インドネシア銀行は、インドネシアの中央銀行。現在の総裁は、アグス・マルトワルドジョ元財務省。前任のダルミン・ナスティオンは2013年5月23日に、退任、同日、ユドヨの大統領によって、マルトワルドジョが総裁に就任した。2009年には、財務大臣であったスリムリアニー・インドラワティによる、総裁職就任が取り沙汰されたことがものの、 話は進展することなかった。その後彼女は2010年5月5日に、ユドヨの政権から外れ、世界銀行の専務理事に転身した。2013年3月26日までには、インドネシア議会の専門委員会は、アグスマルトワルドジョ財務省を中銀総裁とすることに同意した。バタビアにある旧ジャワ銀行のオフィス。現在は、 インドネシア銀行博物館として活用されているオランダ王イレム一世は1826年にジャワ銀行という名の銀行を東インド諸島に設置することを認めた。ジャワ銀行は1828年1月24日に創業し、後にオランダ領東インドの発見銀行となった。ジャワ銀行はオランダ領東インドギルダを発行、管理した。 1881年、ジャワ銀行はアムステルダムに事務所を開設した。後に、ニューヨークにも事務所を構えた。1930年までに、ジャワ銀行はオランダ領東、インド内に次の16カ所に支店を設けた。すなわち、バンドン、チルボン、スマラン、ジョグジャカルタ、スラカルタ、スラバヤ、マラン、クディリ、バンダーチェ、メダン、パダン、パレンバン、 バンジャルマシン、ポンティアナック、マカッサル、マナドの16都市である。ジャワ銀行は民間銀行として業務を行い、個人や各産業界が同銀行の支店を頼りにした。ジャワ銀行バンドン支店。1918年に建設され、現在は博物館になっている。 インドネシア銀行は、インドネシアがオランダから独立承認を受けた3年後の1953年7月1日に、ジャワ銀行を国有化することで設立された。インドネシア銀行は、その後15年間にわたり、商業銀行としての活動を行い、政府の銀行の役割を担い、また、ルピアの発見銀行の機能を果たした。このような状態は、 中央銀行に関する1968年13号法によって終わり同銀行に独立性が与えられた。その後インドネシア銀行は大統領ではなく議会に対して報告を行うことになり、また総裁は内閣の一員ではなくなった。インドネシア銀行は総裁1名の上級副総裁及び4名から7名の副総裁からなる理事会によって主導されている。 総裁職と副総裁職は1期5年で最大2期まで再選される資格がある。総裁と上級副総裁は代表者会議からの承認を得た上で大統領によって指名、任命される。副総裁は代表者会議からの承認を得た上で総裁によって指名され大統領によって任命される。理事会メンバーが自発的に辞任するとき、 職務遂行に支障が出たとき、及び犯罪で有罪判決を受けたときを除き、大統領には理事会メンバーを罷免する権限はない。理事会はインドネシア銀行の最高意思決定機関である。少なくとも月に1回通貨問題に関する一般方針を決定する会議が、また少なくとも週に1回政策実行の評価や、 その他の重点政策や基本政策を決定する会議を開催する。同銀行は金融包摂政策の推進に積極的であり、金融包摂同盟の主導的なメンバーである。同銀行は2010年にインドネシアのバリ島で開催されたファイナンシャル・インクルージョン同盟の第2回グローバル・ポリシーフォーラムの開催者を務めた。同銀行は2012年5月14日、 金融法摂に関して、マヤ宣言コミットメント団体となることを報告した。インドネシア銀行のミクロ健全性の監視機能は、2013年12月30日までに、インドネシア金融サービス庁に移管された。同銀行は、将来的には、通貨とマクロ健全性の政策とそのための手法を組み合わせることにより、同国の金融システムと通貨の安定性を、 維持することになる。インドネシア国内に設置されている ATM の統合することを手始めに、アセアン各国にある ATM の統合を目指している。マンディリ銀行の ATM とバンクセントラルアジアの ATM の相互接続が2012年1月16日より開始した。インドネシア銀行流動性支援とは、インドネシア政府がインドネシア銀行とともに アジア通貨危機の際に形成した政策であり、インドネシア銀行によって実施される通貨、銀行、インドネシア経済、及びこれら全体を救済するためのものであった。この支援策の一部は、1997年9月3日に大統領によって開催された、経済、財政、開発監視、生産、分配に関する限定的な会合が元となった。この政策では、 多様な緊急融資スキームが提供された。インドネシア銀行は国内に37のオフィスを海外はニューヨーク州、ロンドン、東京都及びシンガポールの4カ所に代表事務所をそれぞれ設けている。これに加えてインドネシア銀行は充実したインドネシア銀行博物館をジャカルタの古い地域であるコタ地区の旧ジャワ銀行本店ビルで運営している。 インドネシア銀行は、インドネシア国内の主要都市のほぼ全てに支店がある。ありがとうございます。